ロートダインフェアリーロートダインフェアリーロートダインは、イギリスの航空機メーカーである、フェアリーアビエーションにより開発された複合ヘリコプター。世界最初の V トール旅客機と銘打ってデビューしたが、垂直離着陸のために航空機としてのペイロード、速度等で、普通の旅客機に劣り、かつトンマイルあたりの運航費がかさみ騒音や、操縦の難しさもあり、 野心作であったが、結果的に旅客機市場に入り込めなかった。主翼に取り付けられた核エンジンはクラッチを開始、推進プロペラだけではなく機内のコンプレッサーにも接続されている。離陸時はエンジン出力の大半をコンプレッサーに回し、生み出した圧縮空気に燃料を混合、燃焼ガスをローター先端から噴射して回転させることで垂直離陸する。離陸後は、 エンジン出力をすべて推進プロペラに回して前進し、主翼の揚力によって水平飛行を行う。水平飛行中、無動力となったローターは、オートジャイロと同じく前方からの気流を受けて回転し、揚力を補助する。この方式により、ヘリコプターより低燃費加圧高速を達成していた。1957年に試作機が初飛行し、イギリス国民の大きな期待を集めたが、 離着陸時の激しい騒音と通常の旅客機に比して経済性に劣るという弱点。最終的には政治的な理由により開発は打ち切られた。ブラス2個フェアリーロートディンレッドレッドレッドウォープレインズ15-10-2008リリーブド15エープリル2010ありがとうございます。